今日は来てくれてありがとう。全然暇だったよ。若干キャラ作っていってる。お疲れ様です、ムービンです。今回もその声終焉につきのゲーム実況させていただこうと思います。前回のパートは、メイナハマさんとモリツネさんの、モードをプレイさせていただきました。はい、先日の、実況は大変申し訳ございませんでした。僕がね、取り乱しておりました。いろんな意味で、もうはい、もうそれだけです。僕が言いたいのはそれだけです。はい、大変失礼しました。今回からまたね、より今までの実況よりも冷静に実況ができるよう心がけてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。というわけでやっていきましょう。はい、本当すいませんでした。今回は、あなたモードということで、おそらく会長とゲームプレイヤーがデートするみたいな流れになるんじゃないかなと思いますね。はい、一応あらすじ読んでいきましょうか。突然会長からデートに誘われたあなた、水着を持ってくるようにと連れてかれた先には、柳井プールだったということで、やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、今日は来てくれてありがとう。全然暇だったよ。若干キャラ作っていってる。あ、この BGM あれだ、今あれじゃん、あれじゃない、ちゃんとした駅メロ流れてない、駅メロっつうのかな、あれでしょ、ま、横断歩道を渡る時のあの音楽のアレンジみたいな流れてなかった、今。君には藤子をみんなと仲良くしてくれたお礼がしたくて。あ、やっぱりプレイヤーに干渉してる感じか、これ。全然僕何もしてないですよ。大野城会長さんが結構ちゃんとやってくれたんと、藤子の皆さんが頑張っただけなんで、僕見ただけですよ。むしろ怒られるんじゃないかなと思ってて、なんかストーカーみたいじゃん。藤子の皆さんの行動や生き方、なんつうんだろうな、その取った行動をさ盗み見ていたんですよ、言うなれば。だからむしろ大野城会長さん的には怒られるんじゃない、僕怒りたいんじゃないかなと思うんだけど、そんなことないのかな。そういえば何するか伝えてなかったわね。あ、なんかプール行くってあらすじ書いてありましたよ。屋内プールでデートをします。はい、ありがとうございます。水着を着る機会がなかったから最後にどうしてもと思って。あ、そうなんや、なるほどね。張り切りすぎて大胆な水着を新調しちゃった。見せなくていいですよ。ほら見て、下に着てきたの。やめて、勃起するからやめて。私に見とれて最低、溺れないようにね。マジ最低。そういう、なんだろうな、ギャグを言うことでちょっと自分を冷静に保とうとする癖があるよね、私の。そうだ、せっかくのデートなんだから手をつなぎましょう。あ、いいですけど、うん、あんまり手つなぐの恥ずかしくないから僕。そんなに照れないの。照れてないっす。あ、じゃあ僕じゃないかもこれ。あ、恋人つなぎはちょっときつい。あ、ごめん、それは照れる。つないでくれた。君の手とても温かいね。全然冷たいよ、全然冷たい。摂氏マイナス50度ぐらいある。なんだかカップルっぽいね。周りからもそんな風に見られているのかしら。それまずいよな、僕かなりいるんでちょっと。今日は普段の関係は忘れてデートを楽しみましょう。忘れちゃおっか。マジどっちくしょうなんだけど。じゃーん、えっろ、この下着、下着じゃない、水着。下着って認識するな。やめろ、先日の脳型さんルートのCG で実はめっちゃおっぱい見てたことがバレる、めっちゃ下着見てたことがバレるやん。下着じゃない、水着ね。あ、めっちゃ似合ってると思います。その反応ドエロいです。満足してくれたよね。はい、ドエロいです。勃起しました。はい。怒られる、マジで怒られる。水着もお披露目したし、はい、冗談です。早速遊びましょう。全然勃起してないんで大丈夫です。はい、遊びましょう。エロ、水が気持ちいいね。エロ、エロしか言ってない今回のパート、めっちゃエロいやん。助かります。あ、いいんですか、そういう下心を持って接してもいい感じ、大丈夫そう。なんかやっぱ嫌じゃん、そういう風に見られるの。冗談で言ってるだけではあるんだけどさ、やっぱ嫌かなと思って、うん、なんか控えるね、これからね。流れるプール面白いわ、泳がなくても捕まってるだけで進むね。楽しいよね、確かに。流れるプール全然なんかこっちがさ何もしなくてもプカーって浮いてるだけでも楽しいよね。右後ろの人みたいな感じでさ、浮いて進んでいくだけでも楽しいよね。二人向かい合わせね。なんかこれいいね。ちょっと見つめ合うのドキドキするんでやめてください。せっかくだし手もつなぎましょう。手つなぐの好きやね。でも君の本心は菊ヶ丘くんにあると思うから、そこはちゃんと理解した上で接するわ、君と。うん、これで離れられない。すげえ誘惑してくるやん。さっきから君の目線が下に
気のせいかしら。ああ、うん、バレてるね。そんなに気になるなら早く言ってくれればいいのに。言ったら何が変わるんですか。じっくり見ていいよ。いいんかい。もっと近くに寄ってあげる。あ、近く寄んなくても大丈夫ですよ。あのこっちには閉じるというあの技があるんで、あ、全然これであのセリフのウィンドウなく見れるようになったんで、あ、全然大丈夫です。はい、YouTube 君的には結構バン食らうかもしれないけど、一旦まずこれ普通にアップロードしてみるね。一旦これ普通にアップロードしてみて、ちょっと YouTube 君が、あ、エッチですねこれはっつったら、まあしょうがないよねみたいな、いやそうだよねっつってちょっと加工を加えるわ。ごめんね。なんなら触ってみる、うん、いいんすか。えい引っかかった。あ、今水かけられたの。ごめんなさい、あまりにも真剣な表情だったから、ね、ついからかいたくなって。今あれよね、あの動揺したのがバレたよね。あのなんなら触ってみるのセリフ終わった時に次のセリフ行く時のエンターキー押す速度えぐく早かった気がする僕。あのクソ動揺した。顔にかけないで。クソイチャイチャするよ。だわね。どうしたん、どうしたんムービン。あのこのゲームの中に投影されたあなたイコールムービン、どうした。急にもうあのもう術中にはまってるが。そうやってむくれた顔も可愛くて。むくれてへんよ別に。別にむくれてへんよ。あの鼻は伸ばしてるけど、鼻の下は伸びてるけど、むくれてへんよ別に。ねえねえ、あのウォータースライダー滑ってみたい。楽しいね。そう、ああいうの好きだけど、その水着とかなんか取れちゃわないように気をつけてね。あ、でもなんかすごい交差してるから大丈夫そうやね、うん、よし決まり、一緒に行きましょう、うん、これで水着が脱げる展開はないやろきっと。定番やけど。上に来ると結構高いわね。あ、僕高所恐怖症なんで下見れないんで大丈夫です。あの見ないんで、あの高いとかいう情報いらないです。はい、私たちの番みたいな。さっさと入っちゃいましょう。僕滑る爽快感は好きなんだけど、あの高いところにいるというその高所感っていうの、そういうのは無理。あの下になんか透けているなんていうの、窓みたいなのがあるじゃん、たまに東京タワーとかスカイツリーとかで、あれは絶対立てん。もう漏らす、全然漏らす。だ多分ここもあのさっさとあのウォータースライダー入んないと、あの別の汁が垂れるから早く行った方がいい。一人じゃ怖いから一緒に滑りましょう。あ、全然いいですよ、全然いいですよ。後ろからくっついていい。後ろが大野城会長なの。逆じゃない普通。離れないよ、しっかりね。普通逆じゃん。え、いいの。それじゃあ行きましょう。なんか保護者と子供感になっちゃうけど、逆になると。行くか、とりあえず滑ろう。結構急なのね、早い。そういうことよう余裕で喋るね。多分おーって言ってる間終わるよ。体を倒すともっと速くなるよ。おー余裕やな君。私に体を預けて。クソ余裕シャクシャクやん。早い早い。おークソ楽しんでくる。あ、カーブで揺れるとこぼれちゃう。ちょっとくっついて。こぼれちゃうって何が、あの自分たちの体が外に出てっちゃうって意味じゃないんだそれ。この体勢なんだかドキドキするね。めっちゃ誘惑してくるじゃん、やめて。出口。おお早いな早いな、まあ、こんだけ喋ってればそれ出口くるか。むしろ相当長かったね、うん、むしろいや長かったと思う。逆にすごい喋る余裕あったじゃん、相当長かったと思う。ついついはしゃぎすぎちゃった。あ、僕もうん楽しいわ。せっかくだしもう一回楽しいわじゃね。すげえなこのルート、マジで大野城会長さんとデートしてるやん。結局10回以上滑っちゃったね。めっちゃやるやん。10回以上滑るの？それ疲れへん？あ、まあ大野城会長さん疲れないね。僕アラサーなんで多分5回ぐらいからちょっときついかな。でも最後の方は結構早くなったと思わない？あ、息合わせていったの。お互い息ぴったりで。やるやん、ゲームの中のムービーやるね。さて次は何する？ビーチボール。ビーチボールはどうかしら。ビーチボールは楽しそう。あと100メートル競争とか。クソパワフルなんだけど。また流れるプールにも行きたいわね。体はあれやろうね、高校生の体してるからかわかんない。いや高校生の体してないけど、あのドエロい体してるから、あの高校生とは思えへんけど、あのなんつうの、年齢的には高校生レベルだからすこぶる元気なのかな。ちょっとアラサーには厳しいね。ちょっと優しくしてほしい。いいわね。じゃあ。おおやるなお前。ビーチボールを借りに行きましょう。おおゲームの中のムービーも若返ったらしいです。おおビーチボールを借りに行く。元気がある。僕多分ここら辺で一旦休憩っつって、あのそこら辺のあのベンチと売店行ってジュース飲んでるわ。あー疲れたーっつって。思いっきり遊んだ。満足満足。30分とか1時間ぐらい一回休憩欲しいな僕は。名残惜しいけど、そろそろ帰りましょうか。そんな悲しい顔しないで。最後、私の水着姿を目に焼き付けておく。うん。クソでかい運が出た。うんっつって。エロ。もう見飽きたって顔して。してないが。はずっと興奮しとるんやがこっちたら。なめんな。でもそれで私を見てくれた。何にキレてるんだなら本望よ。俺何にキレ始めたんだこの実況者。意味わかんねえ。やべえこのパート僕何喋ったかあんま覚えてない。
今日は付き合ってくれて何喋ったんだろう。なんかドトなんか基本的にさ、あの今までのストーリーみたいな展開をさ、あの僕のゲーム実況ってさ、ストーリーが展開されてさ、大体さ、あこの人がこう言ってるとかこう思ってんだろうなとか、こういう意図で言ってるんだろうなとか、あいつうぜえなとかさ、そういう話をずっとしてるじゃん。けど今回ってさ、僕とさ大野城会長さんのやり取りだからさ、あの大野城さんの発言に対しての僕のツッコミとかさ反応ばっかだからさ、忙しいのかな。あの僕が忙しくしてるだけなんだけど、バーバー喋っちゃうから、もうなんか最初の方何に僕が喋ったかもう何も覚えてない。なんだろう今日。とっても楽しかったわ。あ、まあ結論的にはそう。結論的にはそう。デート楽しかったねですね。時間が過ぎるのもあっという間だったわ、ね。あ、楽しかったわ。あっという間だったわ。あ、10分経ってんだこれ。あ、すごいな。マジ30秒ぐらいの体感だったわ。いっぱい遊んだから眠くなっちゃった。時間の過ぎる速度。肩枕して。膝も貸すよ。全然。でも握って。もちろんいいよ。このまま到着しなければ。ほほほ。こうしていられるのにね。えぐこのルート。好きになっちゃうじゃん。やめて。最後まで一緒してね。え、この後も。約束よ。全然頑張るよ。あ、なんかプレイヤーにできることがあればやるよ。うん、全然やるけど。なんか手伝うことある？このその恋シリーズでなんかやることある？やるよ。誰なん？マジで誰なん？この実況者。天神さんルート復活しましたね。もう遅い合格通知。何それ？どういうこと？え、突然呼び出された校長室。昔受けた名門の理事長から？ん？理事長らが詰めかけていた。え、そんなこと今更言われても、え、そんなパターンあんの？実は高校合格してましたってこと？え、だってこの子たち2年生よね。え、2年生でこれから3年生になろうとしてるタイミングで詰めかけてくることある？やるか。あれ、ちゃんと今あらすじ読んだ？あらすじ読んだか。あらすじ読んだよね。ちょっとあの記憶がちょっと待って。コンパートから冷静に実況するっつったのに記憶がなんか ぶっ飛んでんだけど、ちゃんと読みましたよね。やっていきましょう。はい。理事長が言ってますね。天神明夫さん、この度は大変申し訳ございませんでした。放課後に突然校長室へ呼び出された。そこには藤子の校長だけではなく、過去に受験した名門私立の理事長や経営陣が詰めかけていた。これはどういう状況？え？実は合格してましたってこと？え？これ何？天神さんがこっち来るように仕向けたの？だとすると、可能性としてはありえそうだよな。あの人が、名前出てこなくなっちゃった。大野城会長さんが仕向けた。でも、天神さんのポジションって、物語のガチのキーにはなってない気がするんだよな。恋愛応援委員会を大きくしたのは多分天神さんやけど、天神さんがいないと恋愛応援委員会が成立しないみたいなところはあんまりないような気がするから、なんだろう、もともと大野城会長さんが、あのこの学校に無理やり呼び寄せていて、その後あのなんだろう役目が終わったから多分合格、実は合格だったんですよっていう風にはしないと思うんだよな。それはそれで天神さんのためになんないしな。だから多分大野城会長さんじゃなくてガチミスなん。ガチミスだったとしてわざわざ言いに来るか。一応学校側の不祥事だから言いに来る責任があるのかな。当校は2年前天神明子さんに不合格の通知をしました。しかし態度確認したところ、あなたのスコアは合格ラインをはるかに上回っていました。はるかに。え、なんか怪しいなこれ。理事長によると不合格の原因は事務員のスコア転記ミスで、管理システム改修の際に判明したとのことだ。あ、だからやばいんじゃねみたいなことになったってことか。多大なご迷惑をおかけしましたこと、心からお詫び申し上げます。そうですか。今更言われてもな。まあ説明義務があるから来ただけか。あくまで想像だが、管理システムの改修は基本的に外部委託のため隠蔽は無理だと判断し火消しに回ったのだろう。あ、まあそうだろうね。もしかしたら天神家は代々続く大手銀行を経営しているため融資絡みの何かがあるかもしれない。ああそうだね、なんかお家がいいとは言ってたよね、天神家。そこで提案なのですが、ぜひとも当校に転入していただけないでしょうか。ラスト1年をどういう、あ、まあ言うだけ言ってたでしょ。天神さんは公立校に通いながらも非常に成績優秀で、委員会活動を通して学校改革にも積極的に取り組まれています。あなたのような素晴らしい生徒こそ当校に通うべきだと考えております。
もちろん付属代や提携代への推薦も出せますし、天神さんにとって決して悪い話ではないはずです。ああ、将来を考えるとまあ行くのもプラスかもしれないね。そうなると融通を聞かせていただきありがとうございます。少し考えさせてください。でもそんなんなくても天神さんいい大学行けると思うよ。僕全然なんかそんな推薦なくても合格できると思うから、なんかいらんと思うわそう思っちゃう。僕は客観視してるから、客観的に見てるからそう思っちゃうけどね。どうして今更こんなことに、今更になってこんなことが分かってしまったのだろう。あ、天神さん、最初この学校に来たから辛い目あったもんな。実力が認められたことは喜ばしいことだ。しかし志望校に落ちた絶望の日々が消えることはないし、不合格通知を受け取った日のことをつい昨日のように思い出す。ああ、やっぱコンプレックスなんや、そこは。それがまさか天気ミスだったなんて。そんないい加減な高校に通わず正解という考えもあるだろう。しかし事務員と教員は別であり、今回の件で授業の水準までもまでをも問うことはできない。ああ、そういうところがね、天神さんのいいところね。まあその学校が悪いには悪いんだけど、その実際授業をする教員のレベルが低いのかって問うとそうではないよねと。今回のミスって事務員とかそのシステム側の問題だから、学校のレベルを否定するのは違うよねってことね。それに名門私立のブランドは今後進路において有利以外の何者でもない。私が志望する大学の推薦すら約束されるのだ。だけど私はこの学校に居場所を見つけてるからな天神さん。私はこの富士校で 大切って読みそうになった。大事な何かを見つけてしまったのだ。それはまあいるしかないよな。ここに何の話だったので迷いは生まれてしまったんかな。別に何でもなかった。お、涙声になってる。どうしたの、アキちゃん。泣いてるの。あら、本当。どうしてかしら。涙が。相談すればいいのに。何を言われたの？相談しましょうよ、メイノハマさん。一番信用できる親友なんだから。ここ。気にしないで。でも。言いたくないのかな、逆に。お願い聞かないで。天神さんが本当だったら別の学校行けたんだよねみたいなことだから、なんつうんだろうな、この学校を否定することにはならないけど、あんまそこを知られると、じゃあ天神さんのためにそっち行く手もあるよなみたいなことをいろいろ考え出すと、送り出す流れも生まれるかもしれないから、あんまり荒げたくないというか、ことを明らかにしたくないよね。分かった。これが親友。めいちゃんは私が落ち着くまで何も聞かなかった。代わりに温かいハーブティーを入れてくれた。柳川くんとわこちゃんは、はい、委員会メンバーですね。コスミンと決闘するってどっか行っちゃった。あー、その時間軸なの。結構序盤の時間軸やな、そうなると。おそらく武道場ね。あの子たちは毎度何をやってるのかしらね。会長とのデートを巡った勝負やな。でもなんか楽しそう。そうね、いつも楽しそうね。みんないないと静かだね。めっちゃ遠い目してそうな喋りをするやん、天神さん。こんなに静かなのは久々ね。委員会ができてすぐ思い出すね。あ、最初二人だったもんね。最初はめいちゃんと二人っきりだったわね。いつも喧嘩してさ。まあ合わないもんな。お互い全く意見が合わなくて。でしょうよ。アキちゃん嫌な女って思ってた。おもろ。レイちゃん頭空っぽと思ってた。実際多分嫌な女だし頭空っぽだよ。おい合ってると思いますよ。でも楽しかった。そう、頭空っぽなことと嫌な女であることは嫌いになる要素ではないからな。その人の一要素であって、それを理由に嫌いになるわけじゃないからな。私も楽しかった。まあ積み重ねか、正確には積み重ねで嫌いになるもんだよね。あれからいろんなことがあったね。いろいろありましたね。本当にいろいろあったわね。私はアキちゃんも委員会も大好きだよ。いやー、僕も好きやな。なんか勝手に藤子の恋愛応援委員会になってる気でいるもんな。おこがましいもんな、マジで。メイちゃんはこの実況者マジおこがましいわ。
じゃあ、アキちゃんは？天智さんはどうなの？私も、メイちゃんも委員会も大好きよ。やったね。ねえ、アキちゃん。どうしたの？会長が卒業したら、この委員会はなくなっちゃうのかな？これさ、僕さ、今まで実況してる流れでさ、オチを考えてたの。どういうオチになるのかなと思ったの。オープニングでさ、あの大野城会長さんがさ、天神さんの手を引くやんっていうアニメーションが流れるやんね。で、前のパートとか前々のパートかなでも言ったんだけど、天神さんにとっての終わりってなんだって思ったんだよな。そのまあ、他のキャラクターはさ、なんか付き合ってたりとか好きな女性の命救えたりっていろんなルートがあったってじゃん。天神さんの終わりって何やろって思って、一応その声保留につきで、あの柳川くんのことが好きになるんだけど、まあ、柳川くんに告白はせず、その、まあ、自分の恋心は持ったけど、その人、自分が好きな人の恋愛を応援するっていう決断を下したんだよね。だ保留をやめたんだけど、そういう意味だと天神さんも。でもなんか終わりとしてもう一アクションあるよなと思ってずっと考えてたの、このゴールデンウィーク中あのゴールデンウィークに収録してるんですけど、こちらのゲーム、あの2023年の5月上旬ゴールデンウィークで収録してるんですけど、考えてたのずっと。で、僕の予想を今あのうちに言うと、天神さんが生徒会長になるんじゃねえかなと思うんだよね。どうかな、この学校の良さを引き継ぐんじゃねえかなと思ってて、大野城さんがやってたことというか、まあこの、まあ大野城さんは菊川岡くんのことがあったから、まあこの世界にとどまり続けたけど、その大野城会長さんがいなくなった後に何をするかっていうと、まあその生徒会長の席がなくなるじゃないですか。で、まあこの子たちってちょうど2年生だから3年に上がるし、まあ、生徒会の生徒会長になるという可能性があるかなと思っていて。で、菊川岡くんになんか過去にお願いしていたシーンがあったんだけど、それって菊川岡くんって今生徒会じゃないらしいんだけど、今まで生徒会の補佐をしていたじゃん。から生徒会ってどういうことすんのっていう仕事の引き継ぎとか、そういうのを菊川岡くんに頼んだんじゃねえかなって思ってて、それだとその大野城会長さんがこの天神さんというキャラクターに教えたその学校の良さというか、学校生活の良さ、青春の良さっていうのを多分教えてきたんだと思うの。何かっていうのは、そのこの学校で勝ち取った何かっていうのは、友達だったり人との恋路だったり、まあ、いろんなもの要素がまとまって多分一つの何かになってると思ってて、その大切なものを受け継ぐという形が一番綺麗かなって個人的には思ったんで、僕の予想は生徒会長になるです。はいめっちゃ長く喋っちゃった。何が言いたいかっていうと、天神さんのエンディングって多分この学校の生徒会長になるんじゃねっていう、ただそれだけなんだよ、一文なんだけど、めっちゃ語らせてもらいました。だからね、多分そうなるんじゃねえかな。委員会長は誰やろ、柳川くんかな。これ井戸浜さんでも柳川くんでもどっちでもいい気がするんだよな。そこはどっちでも委員会の長はね務まると思うんだよね。だ別にこの委員会は残して、その誰か代表を立てるとしたら、あの誰でも立てることはできると思ってて、そこの心配あんまないんだよな。どっちかというと生徒会がなくなること、生徒会長がいなくなる方がどっちかというと心配なんだよな、個人的には。それはどうなんでしょう。私は嫌だよ、まだまだ委員会の活動がしたい。まあ、そもそもこの委員会がその大野城会長さんが独立して立ててる、割とあの自分の権力を行使してる団体というか集団だから、確かに大野城会長さんがいなくなるとこの委員会がなくなるんじゃねえかっていう考え方は妥当だよね。もしもこのタイミングで名門私立の件を話したら、めいちゃんはどんな顔をするのだろうか。これからも楽しいこといっぱいしようね、あきちゃん。いけないよな、将来のこと考えると。確かにそうなんよな、あれみたいなもんよね。あのコスミさんが別の学校行くかどうかみたいな流れがあったじゃないですか、その声保留につきで。それにまあ近しいよね、悩みポイント的には。将来のことを取るのか、今の青春を取るのかってところっすね。どうしたの、アキちゃん。泣かないで。そんなつもりじゃなかったの。違う、あの、めいちゃんのせいじゃないの。ここつらいんご。アキちゃん。
前回のパートに引き続きここつらいんご、ここつらいんごポイント会長と話してみるわ。えぐいな、情緒がえぐいて。なんでさっき会長のさ、会長とデートしてさ、鼻の下ビロンビロンに伸ばした後さ、この天神さんのさ、あの悲しいストーリーをさ見てさ、心が砕かれないといけんの？でも正直に言っていい？めっちゃ好きこのストーリー。マジ、ゲーム実況者としてなんでこれ 見なきゃいかんのって突っ込んでるだけでもうめっちゃいいなと思いながら見てる。なんだろうね、あの心ではこう思ってみたいな。なんだろうね、あのゲーム実況者って二重人格者なんかな。たまに狂ったこと言うよね僕ね。名門私立からのオファーがある一方で、今後委員会で活動したい、会長には卒業してほしくないと思っている。未来を切り開くためにはいずれかを終わらせなくてはならない。どっちかを終焉させる必要がありますということでございます。まだね、時間が26分なんで、26分普通基本的に切るんだけど、次やりましょう。はい、14話、読み方わかんねー。なんだこれ、あれか、あのお寺デートみたいな、神社デートの時の場所か。これこんな名前だったんね。こんなって言うと失礼か。ここ確かにね、この場所わかんなくて、僕ね福岡出張行った時にね、姪の浜さんがその恋暫定につきでデートする水族館はわかったんですよ。わかったから行ったんだけど、僕ね各聖地全部ちゃんとこの場所だと認識して行ってなくて、あの僕ゲームプレイした結果、そのあここっぽくねって思って聖地巡礼をしたの。別にあの作者さんにここどこですかって聞いてもいないよね。だから当てずっぽうに聖地巡りをしたんですよ。なんですけどこの場所だけ僕分かんなくて、あのここどこなんだろうってずっと頑張って、あの自分の実況動画見返したりしてどこだろうって調べたんだけど、画像検索とかもしてないけど見つからなくて、あの今回ちゃんと名前出たね。今まで名前出てなかったんじゃないかな、この右下のやつ出てたっけ。出てたらごめんなさいね。あ、出て ないと思って僕そんなことしたんだけど、出てたらマジごめん、あの僕の目が不思議なだっただけだわ。はい、というね、余談はさておき、約束通り会長と2人でデートに。私は卒業と委員会の件を件でどうしても聞かなければならないことがあったというパートです。やっていきましょう。あきちゃんお待たせ、私服姿も素敵ね。あれ、あ、天神さんの私服ってどんな感じだっけ、肩出しだったっけな。ありがとうございます。あ、そっか、一人称視点だから出ないわ。はい、いいよね、ちょっと大人の女性感あるよね、て、あの会長さんね。どういたしまして。立ち話もなんですし中に入りましょう。はい、つかこの背景出てたな、ここバリバリ右上に名前書いたんだこれな。僕なんで分かんなかったんやろ、なんで分かんなかったんやろ。福岡出張の時行きゃよかったね。つか もっとちゃんと背景を目配ればよかった。なんで画像、なんでこの CG で背景検索したんやろ僕。それで見つかんなくて、あ見つかんねえわとか言ってたけど、なんだマジ。ちょっと過去の後悔がちょっとごめんね、ふつふつと出てきちゃいましたね。ちゃんとゲームに集中しましょう。庭園の中心には大きな池があり、取り囲むように、遊歩道かな、遊歩道が設けられている。順路を巡って水面に映る四季折々の情景が楽しめる。順路の始めは名のある神社。まずはお参りしていきましょう。せやね。会長は何をお願いするんですか。確かに神が神に何をお願いするんだ。この町をよろしくって。ああ、残ってる神様にお願いするのか。お願いの意味合いが違うような。神様同士だとそうなるんですね。まあ、よろしくなと、あの俺これからいなくなるけどよろしくなみたいなことでしょ。軽いな、なんか同業者の挨拶みたいなものね。同業者。あきちゃんは何をお願いするの。あきさん何をお願いするんだろう。私は名門私立のこと、委員会のこと、それとも会長のこと。あわよくば頼みたいものがありすぎて困る。もちろん参拝だけでも OK よ。願い事は決まってからじゃないとできないからね。まあそうだね、あの顔を見せに来ましたみたいな、単純に挨拶しに来ましたみたいな体でもいいでしょうね。それなら参拝だけで。丁寧やね天神さんは。2人並んで参拝をする。私は一連の所作を終え、会長を横目で覗き見た。表情からはまるで、往年かな、往年の友人に別れを告げているかのような哀愁が漂っていた。さてお参りも済んだし、悲しい顔してましたね。食べましょうか。何言ってんだろう。
散策路の途中に茶屋があり、庭園の景観を眺めながらお茶や和菓子を楽しむことができる。私はお茶受けにわらび餅、会長は桜餅を注文した。わらび餅、美味しそうね。会長も食べてみてください。半分こしよう、シェアしようぜ。ありがとう、一口いただくわね。うん、甘くてひんやりしてとっても美味しい。あんみつの上品な甘さがたまらないですよね。こういうところで出てくるお茶菓子、めちゃめちゃ高級感あるよね。わかるわ。あきちゃんもなかなかの通ね。私の桜餅も食べてみて。桜餅か。この時期もちょうど春、確かあの卒業前だから桜餅シーズンなのかな。ありがとうございます。それか晩年売ってるからね。はい、あーん、はい、すいません、多分カットしてると思いますけれども、この大野城会長さんのはいあーんの後ぐらいで、あの僕が収録しているソフト OBS が固まりました。はい、めちゃめちゃ焦った。今回の収録終わったかと思った。あ、終わったと思いながら、あって思いながら、大野城会長とのデートの僕のテンションがもう取れてなかったことになったら終わりだと思いながら、すげえ冷や汗かきながら、OBS 復旧させたんですけど、どうやら動画は残ってました。で、もう一回新たに収録を始めました。はい、すいません、私の事情です。はい、引き続きやっていきましょう。というわけでやっていきますけれども、この後の数テキストは見ちゃったんでね、でもここ読んでなかった、あの動画だとここで終わってたんで、残った動画データを見たところここまでは残ってたんで、ここを読んでいきます。会長が先ほどまで口にしていた桜餅を私の口へと運ぶ。会長の大きな瞳が私を見つめている。はい、ここでアーンされます。初見の反応じゃない、ごめんみんな。このアーンの衝撃に OBS が耐えられんくなったんかな。そのあ、この後もね、見ちゃったんですよ。はい、ここですね。見つめ合いながら口に運ばれるという奇遇な状況に同性とはいえ鼓動が高鳴ってしまう。で、ここで僕のコメントとしては、繰り返しになるんですけど、まあね、大野城会長さんが結構大人の色気がある女性じゃないですか。なので、男女関係なくね、大野城会長さんの案はドキドキするよねっていうことを言いました。どうかしら。はい。口の中いっぱいに、桜葉の香りと、あんこの甘みが広がる。おいしいですでしょ。なんだか急に小恥ずかしくなり、外の景色へと目をそらす。それにしてもだいぶ春らしくなってきましたね。季節が確か時間軸的には2月だったはず。だからまあ大野城会長さんの卒業式とかはまだだから3月じゃないじゃないですか。だから多分2月ぐらいかな。この冬ももう終わりね。終わってしまう。会長は日々がこの春卒業されるのですよね。まあそうじゃない、3年生だし。ええ、卒業するわ。それって今までみたいに卒業してもまた同じ学年を繰り返すっていうことですよね。まあ、と思うじゃん。どこまでムービンが見ちゃったかはちゃんと言いますね。もう数テキスト見てるんで。はい、いいえ、もう本当に卒業するの。はい、ここでね、まあ、今までのルートでもそれっぽい話はしてきたと思うんですけど、和子ちゃんのルートでも言ってたかもしれないけど、自分の多分存在を消費して自信を止めに行くんじゃねえかなと思ってるのよね。だから今回はループしないんじゃないかなと思う。ループって別に大野城会長さんだけが3年生を繰り返してるんだと思うんだよね。だけど今回はもう本当に卒業なされるんじゃないかなと思いますね。じゃあOG としての参加は、まあ、OG ってあれだよね、卒業した後でも OG として、まあ、戻ってきてちょっと活動手伝うみたいなパターンがあると思うけど、そういうのもないんじゃない、あるのかっていうのが聞きたいですよね。ないんですよね。ごめんね。もう数テキスト見てます。どうしてせめてあと1年だけでも、まあ、自分がね卒業するまでいてほしいよね。名門私立の件答えは出た。ああ、これなんで知ってんだって。え、でも生徒会長だから多分知ってんでしょうね。私を引き止めてくれているけれど、それは名門私立に行かないと決めた上で。はい、ここまで見ました。はい、ここでも同じコメントをしますね。動画止まったんですけど、OBS が落ちたんですけど、その時したコメントと同じコメントをしますね。ここね、まあ、私を引き止めてくれてはいるけどって言ってるじゃないですか。だからもしその名門私立に行く行かないっていう今回選択を天神さんが迫られていて、で止めはするけど
じゃあ名門私立に行かないってことみたいなことを大野城会長さんは聞いてくれてるんだね。これ厳しいよな、これどうするみたいになるよね。会長がいてくれるならその話はもちろん断ります。言い換えれば、私が卒業すれば心置きなく名門私立に行けると。そう、多分大野城会長さんは自分を理由にしてほしくないんじゃないかな。神様ってさ、人を助けたりはすることが描写されたりするけど、結構自由な行動を取る神様もいろいろいてさ、作品によったり伝承によったりするんだけど、昔有名人が言ってたのかな、その神様、本当に神様がいたら本当に生活に苦しんでいる人を助けてくれるんじゃないかって。そんな、本当に神がいるならそういう本当にこう貧困か、貧困に苦しむ人たちを助けてくれるんじゃないかっていうことはよく言うけど、そういう人たちも助けないのは神様それぞれの考え方があって、僕たち人類には選択の自由を与えられているんだと。だからそこで努力をする自由もあるし、生き延びるために頑張る自由もあるけど、頑張らない自由もきっとあると思うんだよね。だからそれを、自由を与えてくれてるのが神様だから、必ずしも何でもかんでもくれるわけじゃないんだという意見をなんかのテレビ番組で見たことがあって、この大野城会長さんはどっちかというと人間に寄り添ってくれてるけど、やっぱりあくまでその主役は自分たち人間なんだから、それぞれが主人公なわけじゃないですか。天神さんだったり柳川くんだったり、それぞれの選択を、それぞれの意思を尊重したいから、多分自分がトリガーにはなりたくないと思うんだよね。あれもそんなこと。あと恋愛応援委員会の今後についてだけど。え、あの委員会は生徒会会長特権で存在しているの。そして私が会長の座を退けば、その権限は失効する。はい、このセリフまで見ました。ここで僕が、え、マジか、え、マジか、え、マジかって、マジかしか言えなくなって、えっつってうなだれて首をパッて横向けたら OBS が飛ばした。真面目なシーンなのにごめんね。僕その後ただでさえなんかこのシナリオの流れでマジかって変な汗かいてたのに、隣パッて見たら OBS 止まってて、ブワッて変な汗がさらに出た。存続は難しいでしょう、ね、やっぱ難しいんや。これからも楽しいこといっぱいだよね。うわ、つら、えぐ、よかったここ初見でいられて、よかったここまでなんか見てなくて変に。いや、 OBS 止まってんの気づけてよかった。いや、やだよな、居場所だもんな、ここな。こちらにいらっしゃい。え、抱きしめてくれるのかな。会長、あ、膝枕してくれてるのかな、これ。あ、抱きしめて自分がうなだれて下にいるんだ。膝枕をしてるわけじゃなくて、これ辛いな普通に。気づけば私は会長の胸に飛び込み泣き崩れていた。会長も私を強く抱き止めてくれる。会長が卒業するのは嫌。これからも藤校にいてほしい。ずっと一緒に活動したい。あきちゃん、ありがとう。だけどそれはできないの。これやっぱり大野城会長さんを引き継ぐんじゃないかな。自分が生徒会長になるっていう流れなんじゃねえかな。違うかな。なんでですか。どうなんだろう。大野城会長さんが いたから、彼女がいた学校を守るから生徒会長になるもいいんだけど、多分大野城会長さんは自分のために生徒会長になるなってほしいと思うんだよな。私はもうすぐ消えてしまうから。あ、やっぱ地震のあれだよね。地震のことですよね。大ナマズ誰？大ナマズがよくね、伝承ではあるらしいですけど、地震の原因として、まあ、昔はね、本当の昔は竜とされていたんだけど、それがだん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 ナマズになってった。まあ、竜は架空の生き物だから、現実味があるんじゃないかな。大ナマズって言われた方が現実味があるから、地震の元凶は竜から大ナマズに変わってったんだと思うんだけど。委員会室の社ではこの姿を維持するのにも限界があってね。正直あまり長くないの。誰も信仰しに来ねえもんな。その
恋愛成就のお祈りはするかもしれないけど、今まであった社とレベルが違うもんね。最後、美しいままにお別れを告げたいの。これサブタイであったかな、あのその声終焉につきの右下にあったかな。天神さんが何をしたって言うんや。天神さん辛すぎるやろこのポジション。これまでアキちゃんは身を粉にしてみんなの恋を応援してくれた。十分すぎるくらい藤子のために頑張ってくれた。今まで頑張ってくれてたよね。その途中やり方がね、ちょっとアグレッシブすぎるやろみたいなこと言ったりはしたけど、あんまりそれが最終的にマイナスになったことはないんだよな、天神さんの行動って。これからは周りなんて気にせず、自らの望む未来に進みなさい。だ、自分のために選択しなきゃいけないんだろうな、きっとな。アキちゃんなら大丈夫。私が見込んだ自慢の後輩なんだもの。どうするんや。大丈夫。どうするんや。会長は私が泣き合うまでその胸を貸してくれた。はい、ということで、どうしようかな。前回の待って動画が何分だったの？ちょっと確認してきていい？はい、確認してきました。前回の動画が、30分ちょいぐらいで、今回収録してるのが10分ぐらいなんで、合体させる予定なんですよ。OBS 固まったんでね。合体する予定なんで、だいたい40分ぐらいの収録になっちゃうんで、今回で一旦区切ろうかなと思います。次回は、また天神さんルートや、生徒会委員室、別れられない系女子、ほう、会長の件を相談するため委員会メンバーを緊急招集、会長が切れるのは絶対に嫌、解決策がきっとあるはず。まあそうよな、なんつんだろう、仮にさ、生徒会に残らなくてもいいけど、消えないでほしいよね、正直言って。なんだろうな、その自分の存在を使って自信を止めるっていうのはヒーローかもしれないけど、残されたメンバーにとっては嫌だよね。だ、仮にさ、その生徒会長を辞めるとか、この学校にいられなくなるとしても、会長さんの存在、その稲荷様としての存在はどっかにいてほしいよねって思うから、どうにかそうならないかね。だからもう委員会とかこの学校に居続ける力はないけど、まあ、きっとどこかで神様としてはいますみたいな、そういうエンドに行ければきっとハッピーエンドなのかなとは思いますけれども、いかがでしょうか。皆さん的には、個人的にはそんなエンディングが見られたらいいなと思うんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。はい、今回ね、途中 OBS トラブルあったんですけれども、なんとか動画くっつければ事なきを得そうなので、こちらとしてはとても安心しておりますというわけで、今回の動画はここで終わろうと思います。はい、次回も天神さんモードやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ムービーでした。バイバイ。